はい、じゃあ続いてはプライベートトークしていきましょう。いいよ、待ってます。まず普段プライベート何してんの？全然知らないんだよ。お風呂行ったりとか。お風呂行ったりしてる。温泉、温泉、温泉好きなの？風呂好き。あ、そうなの。サウナ好き。あ、そうだね。佐野、佐野、佐野、なんていう温泉？佐野は安らぎの湯とか。あ、安らぎの湯、佐野店。佐野もあるのか。うん、あとは足利の幸の湯。あー、佐野さん、佐野さん、仕事するところ。そう、キさん来るの？シュナさん、シュナさんです。シュナさん会ったわ、一回。キさん、大丈夫。ホルモン食って飲んで大丈夫。キさん、思い川温泉行ってこいって言われた。ごめん。どこ？思い川温泉。思い川温泉。あー、あれあるの？めちゃめちゃ近く。あ、マジ？あ、そっち側？ハーベストウォークの隣の。へぇ、そうそうそう。タナ君は？俺は？ネットフィリックス好きって聞いてるんだけど。うん。一生アニメとかドラマ見てる。最近は何にハマってんの？最近ね、前に藤尺見せた。あ、そう、この間も前の藤尺見せた。そうなんだよ、栃木市で前の藤尺ブーム一時期あって、あ、まあ、鈴木龍のヒットで、ね、鈴木しそうだったら見てください、見てください。前の藤尺は見たら俺もハマってた。泣いた？いや、泣いてないけど、でもいいね。え、見てる？見てない、まだ見てないよね。ちょ、見たらマジでちょっとケンタッキー行きたくなる。まだケンタッキー、なんでチキン食いたくなる。チキンが出てくる。出てくる。そうなの？家族の名前か。2人はまだ栃木シティで蓮くんが家決まってなかった時に、タナくん家に、タナくんが先にね、家決まってて、うん、2人で、同棲してた。同棲してた。そうそうそう。人生初の同棲だった。どんぐらい同棲してたの？1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらいお世話になりました、本当に。あ、わかるわかる。何してたの、2人でずっと。めちゃくちゃ変な話してない。怪しいんじゃないか。この時期だけど、練習も始まったりしたからね。そうそう、リブレだったじゃん。そうそう。ずっとだから一緒に車で来てたの。一緒にもう全部一緒に。順番の車で車出しとして、順番。え、何してるの？じゃあ、まず練習終わりました。終わりました。俺は部屋探しとかもしてたから。ああ、外したり。結構、別々で行動とかもあったけど。俺、ジム行って、部屋探しに行って。毎日そう、夜飯も一緒に食べてたよ、ね。あ、そうで、ほら、夜飯の時間に何時、6時ぐらいからっつって、あの定食屋に行って、飯食ってお風呂とか行ったりしたし。そう、あ、寝る飯場所は別々と、ね、リビングっていうか、俺布団持ってきたから、布団だけを引いて。さすがにね、一緒のベッド。さすがに寝ないか。こんなじゃあ部屋も違うの？部屋も、あ、あ、じゃあ仕切りはあるけど、同じ場所寝室で、俺リビングで出してます。家具ないから家に、ね、何も家具ない。内容知りたい人は選手会のインスタ見てください。部屋の内容を届けてるんで。やばいな、相当家になんもないんで。やばいな。広い広い。で、まだ家が増えてない。一個増えてる。さっきで余儀棒できる。余儀棒、余儀棒あるらしいな。余儀棒、余儀棒とサーキュレーターとテレビだけ。テレビとダイソンルンバ。冷蔵庫以上。十分だよ。家電以上。いや、本当。最低限のね、最低限のね、生活がいい。その時だから飯食って、一緒にテレビ見て。そうそう。結構早かったですよ。あれ、その時に鬼滅の刃を見てたんだ、ネットフリックスで。あ、2人で。そうそう。ああ。そこでハマったんだ。そうそう。おもろかった。じゃあ仲のいい選手と聞いていこうかな。ここ以外で、ここ以外で。まあ同年代はね、たくみくんね、そうそうそう、3人はね、プライベートでよくご飯とかも行ってるけど、まあレオは俺マリアスで一緒だったから、おお、レオジーノで、そう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 、そっかそっか、共通の友達もいるから俺と一緒に何人かでご飯とかあるけど、うん、そう、2人きりで何回も遊んでるやつがいないよ、まだ。俺は、俺2人で飯行ったんだ、高見ぐらいでしょ。俺行く予定だったもんね、それ。あ、そう、その間ドタキャンしてな。ドタキャンって言わないで、高見怒ってたよ。唐山、唐山だっけ。唐山、唐山。いつも大人数でこのメンバーとさ、何人かさ、そうだ、大人数で行くことはあるもんね。そうそうそう、でもコロナで行けなくなっちゃったもんね。そうだよ。なかなかやっぱね、みんなで行くことできないからね。西田選手は敬語したんじゃないですか。敬語したらグランドマナーです。
はい、グランドの中です。めっちゃ仲いいよ、めっちゃ仲いいよ。いやあれだ、どういうつながり、どういうつながりもないよ、ここへ来て始めましたけど。ここ始めました、始めましたけど。それであんな仲良くなってんの。やっぱ自主練にずっと付き合ってもらってて、すごいよね。すっごい昔から知ってんの。最近なんか気づいたけどさ、自主練やってる人いるじゃん、うん、スタッフ結構あれじゃない、うん、バラバラじゃない。シュート打つ人って大体シュウさんじゃん、クロさん一緒じゃん、あらあらで、レンペイはケイコさんじゃん、で、レイはキスさんじゃん。もうなんか決まってきてさ、確かに別が確かに。そうだね、俺がそのやる自主練とかはさ、あんま大人数とかでやるようなメニューでもないから、結構一人でやるメニューが多くて、ケイコさんって付き合ってくれるのはめちゃめちゃありがたいけど、声出してくれたんない、ね、すごいね、本当声出してくれてるよ、ね、一緒のメニューやってない、あ、まあ、一緒にやってる、走ってるね、確かに、めっちゃきついね。いや、だろうね、ただあの人で膝割ってるって絶対割ってる、あれは絶対割ってる、確かに中島から分からない一緒にそうやってジョギングしながら、そうだよ、この栃木の食べ物の話とかいろいろ教えてくれるから。お、食べ物の話いいですね、うん、なんかお気に入りのお店とかできましたか、栃木県に来て。あ、俺だいたい行く週3人ぐらいで定食屋、小山駅の近くで、なんか監督とよく会うっていう話を聞いたんで。そうそうそう、監督とそう最初の頃ずっと会ってた。誰でもその時まで一緒にいて、行ってて、監督と隣にでご飯食うことよかったんで。あ、だから2人で家帰って、あ、今日サンプレンだったなって。やめとき。監督こういう知られ方多分嫌いじゃないと思うんで、全然これは使います。次やったら奢ってくれるはず、奢ってくれるはず、言っとこう。あなたが奢ってくれるはず。まだ奢ってくれてないってこと。いや、俺らが、ね、一緒タイミングじゃないんだよ。そう、監督が来るときに俺らがあとちょっともう帰るときとか、うん、あと行きたいね、あったら、ちょっとタイミング合わせる。それじゃあったらね、ご馳走してください。名前は、名前は、名前は。マスヤ。ラーメン屋さんなの？ラーメン。ラーメン。居酒屋食みたいな。居酒屋。定食屋さん。うん。うん、優しいね。優しい。ご飯の量とか多くしてくれる。サラダも出してくれるし。うん。小山のマスヤ。そう。行ってみたいもの。飲んでよ。美味しい美味しい。レッドは？佐野に、佐野は結構もう、いろいろ行ってるね。なんかある気に入った店とか、コーヒー屋さんとかカフェ、カフェ、カフェ、コーヒー屋さんとか、おっしゃった。そこなんかドーナツコーヒー。レイ君コーヒー好きだよね。コーヒー好き。自粛期間中もコーヒー、あー、やってた、やってた。コーヒーさ作ってたじゃん。コーヒー好きだわ。あとまあご飯も、まあ、ラーメンもたまに行くし、佐野ラーメン食べに。ああ、佐野ラーメンね。ああ、佐野ラーメンもある。うん。なんだっけな、ヤマトだっけ。あ、若い選手たちが大人気の、あそこめっちゃ並んでるだけで、俺一回だってレンと行って諦めて1時間待ちで、1時間半待ちで、あと島さん3人でラーメン登ってなくて、ヤマト行こう1時間待ちでやめましょうって。マジか、1時間はきついのかな、ね、そのオフの日はハンバーガー屋さんもある、駅前に、その駅前、駅前にそこも人気だ、美味しかった。へ、居酒屋さんもあるし、いっぱいある、蕎麦屋もあるし。二人はお酒好きなの？お酒たまに飲みに行ったりしたの。今はこんなになっちゃったから。ね、そうだね。全然行けないけど。行けないけど。家でしっぽりだね、今はね、うん。よく行くお店は、小山の麺屋山田。つけ麺屋さん。わ、うまい。うまい。よく行く。何つけ麺ね。魚介、どれか、煮干しのつけ麺、こってこで。わあ、好き好き好き。ドロドロ。ドロドロ。まに、あ、めちゃめちゃ美味しい。並ぶ？ちょっとだけ。そんなすぐ、すぐやってるは並ばない。うん。あとね、よろず屋っていうね、蕎麦屋さん。ちょっとなんか、うん。いいよ。なんか、うまい。まあ畳の上で来るの雰囲気ある、雰囲気ある感じ、わかんない。レンは蕎麦好きだから、蕎麦好き、蕎麦好き、うん、めっちゃ好き蕎麦屋ね。蕎麦屋ある？4軒ぐらい行ったよ。俺4軒行った。1回なんか行ったよね。結構行ってる。ママダ駅の前の蕎麦屋1回行ったけど、カツ丼超良かった。
でさ、趣味ある人とか俺すごいと思う。いや、そうだから趣味欲しくない？好奇心旺盛な方。うん、まあね。うん。あるよ。あるよ、全然。ゴルフやったやつがいるじゃん。ああ、いるいるいる。ダベルドとかいいな。あれはすごいいいと思う。ね、ああいう趣味持ってんの。本当いいよね。でも映画鑑賞も趣味なんだよ。なる。あの夜号で踏んどり返って、こんなんで。でも俺趣味じゃん。趣味っしょ。だって映画見れない人は見れないから、うん、あ時間ないとか俺違う違う続かないどういうことなんていうの飽きちゃう飽きちゃうお前よくサッカー90分戦ってたいやそれは自分が好きなことにああなるほどねそうでもなんかそうなんそう続かないんだよねもちろん1話とかが面白かったらあたり最初の冒頭20分が面白かったら見る女性とデート行ってお前寝るタイプだろあだから、ね、映画館で過去プラネタリウムで寝て怒られたことはえあれ寝るのいやあれ寝るでしょ今の体勢こんなんだろそんなのではないめちゃめちゃ探さない真っ暗だよいやあれはダメだよめちゃめちゃ名古屋の遊び行ったあそうそう名古屋日本一だからそうそうって言ってて言ってバイナス水したあれ気持ちいいわいや、そこらいし行きたかったけど、チケット取れなかったの入場で、なんか、